こんにちは。ファイブスター子どもスクールの阿部と申します。本日の子育てのヒントは、20年後働けるために必要な力。前回ロボットに仕事をこう奪われてしまう可能性がかなり高いって話をして、じゃあロボットが何が得意か、じゃあ人間はどういうところで役に立たなきゃいけないかっていうところで、ロボットと戦うっていうよりは共存だっていう話をしました。で、その時にやっぱりこう人間がね、力を発揮できるのは3つじゃないかと。1つがこのクリエイティブデザイン力。もう1つがリーダーシップとかマネージメント。で、3つ目が自由発想だったりとか、あともう1つホスピタリティとか。課題解決とか、そういう部分でした。で、今日の一つ目のこのクリエイティブデザイン力っていうのは、ファイブスター子どもスクールがすごく大事にしているところで言うと、作戦力ですね。アイディアだったり、自分でこう仮説を立てて考えたりする力なんです。で、もちろんファイブスターでもいろんな作戦力を立てる取り組みしてるんですけど、一番ご家庭で簡単にできるのはパズル遊びで、ラキューってご存知ですかね。いろんなパズルあって、もうすごいいいパズルっていっぱいあるんですけど、天地パズル、タングラムとか、色板パズルとかって本当にいっぱいあるんですけど、このラキューっていうのはおすすめです。かなり、幼児、保育園でも置いてるところありますけど、すごい細かいポーズで結構自由にいろんなものが作れるんですね。で、こういうデザインとかクリエイティブなものをやるときに、一個だけ取り組み方に注意してほしいのはですね、今日別にラキューもおすすめもそうなんですけど、取り組み方なんです。こう何か自由発想を求めるものの場合は、まずは見本通りにやってみるって型を覚えてから自由発想です。いきなり自由発想って言っても、何やればいいんだろうな、ってなってしまうこと多いんですよね。じゃあそこに対して、いいから好きなものやればいいんだよ、だとお子さんは辛くなってしまうんで、まずはなんか見本が絶対にあるんで見本通りやって、そこから自由発想をやる。じゃあ自由発想でも大事になってくるのは、じゃあテーマだけは決めて、例えば食べ物っていうテーマを決めて、その食べ物の中で自由に作ってもらうとかでやると、子供は辛くなくやれるお友達が多いです。そして自由発想のものは絶対に評価をしないでください。なぜかというと、自由発想なんで答えがないんですよね。どうしても今学校の勉強の私たち弊害だと思うんですけど、評価100点点数をつけたがるんですけど、自由発想のものに点数つけられてしまうと、子どもたちって頑張れなくなるんですよね。これってダメなのって評価がされてしまうので、ですからファイブスターでもライフデザインゲームとかっていうのがあるんですけど、必ず評価をしないようにお願いしてます。ですから自由発想は評価をしないように、ラキューで見本から自由発想、ぜひ取り組んでみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。